皆さんこんにちは。日本に住んでいる韓国出身ケジャリマです。今日は私怒るよ、私今日ジャパニーズに受けたストレス、今までいろいろ受けましてやられまして怒ってます、no. 皆さん私がどういうストレスを受けてるか今日は話しますので、よかったら見てください。まず結論から言います。一番腹立つのはタメ口。私だけじゃなくて日本に住んでいる外国人みんな言ってます。外国人って分かった瞬間敬語からタメ口に変わって上から目線で言ってくる人がいるんですよ。それが腹立つってみんな言います。でもちろんアメリカ人とか英語圏の方で外見が明らかに外国人って分かるからそこまで感じないかもしれないんですけど、中国の方とか私みたいにねアジア人だとよくわからなかったりするんですよ。私韓国にいる時も中国人って噂が広がってて、あの中国人韓国語めっちゃうまいよって言って、なんか方言もなんかマスターしたらしいよって、違うし韓国人だし京山道出身だしと思ってね。そういうなんかね、日本に住んでても、日本人なのか韓国人なのか中国人なのか顔がよくわからないとね。なんで私普通に喋ってたらね外国人ってわからないって言われます。なんで名前を書くことがなければ普通に日本人として接するんですね、ジャパニーズなんですけど。名前を書かなきゃいけない時あるじゃないですか。例えば銀行だったりとか会員登録する時とかね。そうすると名前書くとあれヒョンジュ外国人じゃんみたいなって言って、そこから、敬語で話してくれる人もいますけど、もうそこからすぐ態度が変わる人がいます。上から目線でね舐めてくる人がいるので、それがすごく嫌なんですね。それについて話します。じゃあまず病院なんですけれども、前結構昔ですけど23歳4歳ぐらいに見える若いお姉ちゃん受付の人が病院終わってで会計して帰る時に、ヒョンジュさん次の予約どうする、チングか。私その人とあんまり喋ったこともないんですよ。なんかちょっと仲良くなったらね、フレンドリーに話してくれたら別にタメ口でも許してあげるけど、でもそんなことなくてあんま喋ったことないのに、ヒョンジュさん今度予約どうする、みたいな、はと思って、どうしよう、ムカついたんで私もタメ口で返してやろうと思って、ネットでやるわって言って今やらずにネットでやるねって言って、それから隣の会計のところ行ってお金払って帰りました。なんかムカつくと思って、年分かるでしょ、私の病院だから住所も何よか年も分かるでしょ、敬語で言ってよ敬語でって思って、他のジャパニーズは敬語でちゃんとやるのに、なんでさ外国人にはさタメ口で言ってくる、なんか それすごいムカついて。あと病院でもそういうことありますし、あと空港でもねちょっと嫌なことがあるんですよね。空港って結構不愛想な人多くないですか。日本はまだいい方だよって言うんですけど、海外はひどいみたいですね。すっごい不愛想で怒ったりとか。でもあれってねわざとそうやるよっていう説もあるんですよ。なんでかっていうと、こう外国人が例えばねどっかの国に入りましたっていう時に、何の目的でうちの国に来たのみたいな、それ聞くじゃないですか。そういう時に不愛想な態度をとって反応を見て怒ったりとか切れたりする人はこの人入れちゃいかんみたいな、なんかそういう説も聞いたことがあって、だからいくら不愛想でもなんかちょっとマナーを持って、我慢してね答えてねっていう、そういうのも聞いたことがあるんですけど、日本人って優しいじゃないですか。基本的に親切な国なんですよ。基本的に本当に店員さんなんかね世界一親切だと思うんです。でも空港はちょっと違ってて、私空港で嫌な時結構ありました。例えばパスポートの写真、私メガネをかけて撮ってたんですけど、たまに夏暑い時コンタクトで出かける時もあるんですね。で韓国行く時にコンタクトで行ったんですよ。そしたらそのこう反抗したりこうね手続きやる時に私にね「アンギョン!」って言ったんですよ。アンギョン今韓国語で言ったと思って、アンギョンメガネと思って、あーと思って、だ写真はメガネで撮ったのに今メガネかけてないからメガネかけてっていうことと思って、で「アンギョンかけてください」って言って、すげえ怒ってきて、
あ、はい、わかりましたって言って、メガネはのメガネケースにいつも持ち歩いてるんですよ。やっぱコンタクトレンズってたまにハプニングがあるから、なんかひっくり返したり落ちたりとかさ、いろいろあるじゃん。だから持ち歩いてるから、はいってこう出そうとしたんですよ。そしたらアンギャンアンギャンってずっと怒ってて、わかったよ今探してるのに、もうすごいイライラしてきて、でしかもメガネをかけてください、メガネかけてる姿を見せてくださいって日本語で言うか韓国語で、あ、アンギョンルスゴーサジヌチグシャスニカアンギョンスモスブルチョンポヨジシャスミョンチョケンネンデヨって韓国語で言うか、なアンギョンだけ韓国語ですげえ叫んで、しかもアクセント違うし、アンギョンじゃないよ、大調節高くするのやめて、大嫌い。アンギョンまっすぐ行って、 go straight OK、 アンギョンアンギョン、これかメガネですけど、いやチャイナエブレス忘れ、これやめて本当に、第一音節だけ高くすんの、アンギョン、これイラッとしてね、なんか、あ、アンギョンすせよとか言えないんでしょうね、動詞とか言えないよね、アンギョンだけ知ってる、分かったって言ってメガネ出して、あのダブルレンズ気持ち悪かったよね、レンズの上にメガネかけてもクラクラしてこうやったら、はい大丈夫です反抗して、あれ何回かありましたね。でなんであのアンギョン事件以来からもうコンタクトやめてもメガネで行くようにしてます。もう言われるの嫌やから、またアンギョンって言われたらもう鳥肌立つから、もう嫌やもん、うん、なんでまあそういう態度されたりとか、それも嫌だったんですけど、もうわざとやったかどうか知らないんですけど、もうちょっと優しく言って、アンギョンって言ったらまだ許してあげるけど、アンギョンこれダメじゃん、ムカついた本当に。あともう一個あるんですけど、私あの永住権持ってるんですよ。で、韓国に行って帰ってきて日本で手続きをするときに日本人の列があって、日本に住んでいる外国人、まああのワーホリとかね、あと留学生だったり私みたいに永住権持ってる人は別の列があるんですね。うん、在住外国人みたいな別で列があるんですよ。なんで私は日本人じゃないから、でも子供たち一緒にいるじゃないですか。でも子供たちいるけど、私が保護者だし、私が外国人だから、私はちゃんとそういう列に立とうと思って、そういう列に行こうと思って、で並んでたんですね。そしたらそこにあのなんか案内する おじさんがいて、結構60歳以上の方だったんですけど、日本人は日本人の手続きするときにもうめっちゃ早いです。そりゃそうですよ、国内の人だからさささっとすぐ出てくけど、外国人は結構時間かかるんですね。なんで外国人の方すごい人多くて、で日本人の列ガラガラだったんですよ。そしたらその案内するおじさんが私に、あ、じゃああなた、あ、子供は日本人で、あの奥さん外国人、あ、じゃあまあこっちの列でいいよって、日本人の列今あの空いてるから行ってくださいって言われて、それで行ったんですね。それで行ったら、その手続きする人が、ああもうえって思って、もうさ、在住外国人ってさ、なんで日本人の列並ぶとか言って、でもちろんその時に、あそこの人がここに並んでって言ったので来ましたって言ってもいいんだけど、なんかもうめんどくさくて、もう私を試してる、切れるかどうか見てると思って、でこうやってやってたんですよ。もう立ち向かう元気もなかったんで、もう子供の面倒でも疲れてもヘトヘトだったんで、もうこうなってたんですよ。でなんで私がかかってたら、もうさっきもさ、もうあの一人さ外国人がここに切ったんだけど、もうなんなんみたいな、めっちゃ怒ってきて、で私はすいません、じゃあ私あっちの列に戻りますんでって言ったら、すごい混んでるから一回見てから、まあいいよここでって言って、でため息ついて、子供は日本人って言ったもんね、はい、あ、じゃあパスポートくださいって言って見せたら、はい、あもうとか言って、そうやってねやられたりね、なんかもう本当にね、日本ってすごい親切な国っていうイメージあるのに、空港だけはえらいきついっていうね、なんか不親切な人多いです。それもわざとね試してるかもしれないんですけど、あちょっとやめてほしいマジで。なんで私あのこれからは立ち向かおうかなと思ってるんで、今度そうやって言われたら、あのスタッフがここ並んでって言ったから来ましたのでねって言います。それぐらいしか言わんけどまあいろいろ空港でやられて、私空港あんま好きじゃないです。本当嫌や。もう今までの中で一番ムカついたのは銀行ですけれども、とある銀行 A 銀行にしましょう。 A という銀行があって、そこに
用事があって主人と一緒に行きました。主人と私でお金をこう移動しなきゃいけなくて2人一緒に行かなきゃいけなかったんですね、はい、なんで一緒に行きました。で子供も連れて行ってね行ったんですけれども、あのうちの主人にはあのこちらにお名前書いていただいてご住所こちらに書いていただいて、あこちら印鑑をしていただいてみたいな丁寧にね敬語で話してたんですけど、それ行った後に私にここに名前書いて、はタメ口すぐ名前見た瞬間タメ口だったんですね。子供めっちゃでかい子供おるけど結構いい年だけどタメ口で言ってきて、その後ここにも住所書いてって言って、で私こうやったんですよ。で大体今までは普通に喋ってて日本人だと思ったけど名前を見てあこの人外国人やって思ってタメ口で言う人が結構います。で行った時に私一回こういう反応するんですね。そうすると空気読める人はあはいこちらにじゃあ次こちら書いていただいてってよこうやって態度を変える日本人もいます。そうすると私あこの人空気読めるじゃんって思ってよかったって思います。でその店とかその銀行はこれからも使いたいなと思うんですね。でもその銀行の人50代ぐらいに見える女の人で迷信出るんですよ。魂どっか置いてきましたかっていうこの仕事嫌いですっていうオーラをバンバン出してる迷信出る人なんですけど、その人ね悪気はないかもしれないんですけどもう明らかに対応がね違いすぎて、名前書いて住所書いてって印鑑こことこことここねみたいなってこうやってやったんですけど空気読めんわら完全に KY ね目死んでるからもう察してって信号送ったけどもうそんなことできんよね。もう目見た瞬間分かったこの人ダメだっつって分かりました、うん、もう諦めて黙ってもうはいも言わなかった黙ってこうやって印鑑をしてでやった後にもう一枚書類を書かなきゃいけなかったんですけど私に漢字わかるとか言ってちょっと待ってさっきから住所やら何やら全部漢字で書いたじゃんすげえ早く書いたじゃん普通に日本語喋ってるし片言じゃないと思うんですけど普通に喋ってるし漢字も全部書いて1枚目の書類見ましたよね。それ見た後に言うそれいや、まあ、あの本当にね英語圏の方で全く日本語喋れなくて漢字もわからない、まあ、そういう方にはあ英語の案内があるからって言って出してくれたらすごい助かると思う。それはもう優しさだよね。それはいいと思うんだけど普通に喋ってるアジア人大体日本語喋れるから喋れる人多いから普通に書いてるのにそれを見て漢字わかるとか言って大丈夫ですって言っていやあるけどなんか翻訳したやついらないっすって言ってですっごいイライラしてその後もなんか手続きしてる時もずっと敬語からタメ口敬語タメ口旦那にはすっごい丁寧で終わった後に私めっちゃ機嫌悪くてでこうなってたらどうしたのって言ったらえ気づかんかった何をだからパパにはめっちゃ敬語で喋っとってこっちにめっちゃ失礼な言い方で言っとったやんいやそうだったみたいな全然気づかん、no. 韓国の男の人だったら多分あれ何この人みたいなうちの奥さん守ろうとかっていうの結構あるんですよ。韓国の人だったら今なんて言いましたかみたいな感じで守ってくれるんですけど日本人ってそういう公共の場とかでこう戦ったりそういうの好きじゃないじゃないですか。こう口論するの好きじゃないからっていうのは分かるけど全然太陽が違うっていうことすら気づいてない。もう言った私が悪いと思ってまあいいやと思ってもうこの人に言ってもしょうがないと思ってねもうその銀行とは取引やめようと思ってもう最初はねまあ家から割と近いしそこ使おうと思ったんですけど、まあ、その人に当たる確率高くて2人しかいないんでだからもう行くと必ずその迷信出る人に会うんですよそのおばちゃんに。だからすごい嫌で毎回失礼やからすごいストレスでだからわざわざ同じ銀行なのに別の支店に車で走って行ったりしてたんですけどその視点は親切だったんですけどなんで私わざわざさ自分の時間使ってさここまで来なあかんのと思ってなんか腹立ってきて、まあ、そこの銀行のお金全部下ろして他の銀行に、移しましたお金あと積立金とかもどこで やった方がいいかなっていろいろこうね利息とか調べてやっててそこ候補入ってたんですけどもうムカつくんでそこやめました他の銀行にしたんで
なんでもうそうやってあの失礼な態度取ったら私は一切そこも行かないようにしてて、うん、なんか美容室も最初ね日本に来てどこに行こうかなって、やっぱり居心地がいい自分に合う美容師さん探したくていろんなとこ行ったんですよ。もう名前見て外国人だからタメ口で言って、切った後にあ可愛いじゃんみたいな、初対面ですけどはぁからかってると思って、何タメ口で可愛いとか言ってくると思って、なんでそこもやめたりね。なんで敬語でちゃんと丁寧にやってくれて感じのいいところ探そうと思ってこう探してて、外国人でも親切にしてくれるとこ探して今そこ行ってるんですけど、本当にね皆さんは日本人で日本に住んでるからそういうの気づかないかもしれないんですけど、皆さんが海外に行った時にジャパニーズだからって言ってこうバカにしたりとか、レストランの席もすごい悪いとこ案内したり、ホテルでもなんか地下のすごい暗い部屋、自殺した部屋とかそういうとこ案内したりとか、そうした時に嫌じゃないですか。もう立ち向かいたくなりますよね。アジア人に対する差別をしたりとか、あとレイシストもいますよね。なんで皆さんも日本に住んでいて外国人がいたら2倍3倍優しくしてあげてください。やっちゃった人は覚えてないんですけど、やられた側は全部覚えてますんでね。日本に住んでいる外国人は日本人に冷たくされたとか差別されたとかって言ったら、自分の国に帰った時にずっとそれを覚えてます。家族にも言いますしね。韓国映画でオールドボーイっていう映画あるんですけど、子供は見ちゃダメだよ、小学生も今この見てるよね、見ちゃダメだよ、お母さんに言うよ、見ちゃダメよ。大人の映画なんで大人だけ見てください。その映画見るとね、やっぱりやっちゃった側は覚えてないけど、やられた側は覚えてますんで、皆さんは外国人に日本人に対する態度以上に2倍3倍優しくしてあげてください。本当辛いんで異国の地に住むって、辛いことたくさんあるので優しくしてあげてください。그리고한국에계신여러분들도한국에살고있는외국인분들한테잘해주세요두배세배로잘해주셨으면좋겠어요남습니다여기상처받아요그리고한국에살고있는일본사람봤을때도뭐그일본친구들있는데서뭐독도는우리땅노래부르고막역사적인문제로막공격하고이러지마세요뭐그친구가그랬어요그친구가그런거아니잖아요私のね日本人の友達が飲み会行った時に韓国人8人ぐらい飲んでて、で日本人の友達来たらもう最初は飲んでたんですけど、なんか独特の売りたん竹島は私のとか言ってこう歌ったりとかして、そういう雰囲気になってきたんで、私がこう止めてね、얘가그랬냐고얘가아왜그랬니네막이러면서제가말렸거든요かわいそうじゃん、異国の地で観光してる子にさ、なんでそんなことする？そういうことしちゃダメだよ、あかんって、なんでなんか電車乗った時もなんか日本人いると優しくしてくれる人がほとんどですけど、たまに「もう진짜싫어하잖아」とか言って、「英語ちゃんが알지」とか言って、そういう子いますけど、その韓国が好きで韓国に好意を持って遊びに来てくれたのに、そういうこと言わんで、本当に韓国語で言いやらくれんで。하여튼한국에서일하고있는일본사람들뭐일본사람말고도다른외국인한테진짜잘해주세요아또한국も日本も労働者いますよね、外国人労働者でいじめたりする人いるじゃないですか。ニュースでも取り上げられてますよね。韓国もそういうのあります。もう本当にね悪いなと思って、そういう人たち罰が当たると思います。その殴られた人は一生傷ここ負ってね、国に帰って日本を恨むと思うんで、韓国もね恨むと思うんで、本当に優しくしてあげてください。はい、こういう風にね、日本で外国人って分かった瞬間タメ口で舐めてくるジャパニーズいますけど、もちろんね日本語が喋れない人に敬語で言っても分からないからタメ口で言ってあげようっていうのはもう気持ちは分かりますけど、そうやって言うんだったら優しさは忘れずに優しく言ってください。あ、これはね、ここだからね、みたいな。これぐらいならまだわかる。じいちゃんばあちゃん、ちょっと耳遠い人にね、じいちゃんこれね、2週間分の薬だでね、みたいな。こうやって優しく言うじゃない。そんな感じならいいけど、なんか舐めるような感じで言うのは本当やめてください。なんか日本語が片言でね、喋ってて、もうアホに見えるかもしれないんですけど、その人たちは第二言語ですからね。自分の母国語で喋るときは、めちゃくちゃ賢いかもしれないですよ。なんでそんなアホを見るみたいな感じでバカにするのやめてください。
なんかこういうふうにね、日本で受けたストレスについてお話をしました。あ、共感した。あ、本当に優しくしてあげよう、外国人に優しくしてあげようって思った方、あ、外国人ってこんな大変さがあるんだって思った方は、いいねとチャンネル登録お願いします。最後まで私の話を聞いてくださってありがとうございます。では次の動画でお会いしましょう。アンニャー。